はい、お疲れ様です。ワイスファクトリーのアンドロイドの時間になりますけどね、しょうもないのみのお付き合いいただきておりますけれども、はい、今日ね、動画撮るつもりしなかったんですよね。いろいろ雑用なんかもね、あって、ヒーコラやってたんですけど、あ、お疲れ様です。チラッとツイッター見なきゃよかったな。ツイッターチェックしたら、お兄さんが動画のネタなんつって、限界バイク OM っつったかな、やってよなんて、なんすかそれって、もう全然、今日ね、一日忙しくて、何もチェックしてなかったから、なんのこっちゃと思って、調べたら、なんかね、無茶するバイク女子がいたんですってね、クラウドファンディングで、欲しいバイク、70万だか80万だか、援助してくださいみたいな。まあね、その僕もバイクを走らせる上で、GSX-R の125サーキット復活計画みたいなんで、まあ、クラウドファンディングみたいなことやってますしね、いずれはそういったサーキット活動の方とか、まあ、お店の方でもね、厳しくなってくれば何かしらの形でクラウドファンディングなんかみたいなのを使ってちょっとお店をね盛り上げるために何かできないかななんて思ってたんで、別にそのクラウドファンディング自体はねどうのこうの言うつもりはないんですけど、まあ内容によるんでしょうなということで、まあ僕もね活動で、資金集めなんてお仲間さんに声かけてるときに、まあお兄さんには言われたもんですよ、遊ぶ金は自分で稼げとか。いや僕の場合はもう遊びじゃないんでねまあそんな話はどうでもいいんですけど、限界バイクだからね、ちょっとチェックしましたよ。ツイッターでキーワードを打ち込んだらすぐね分かりましたし、内容的には。でクラウドファンディングのページ今見てますよ。限界バイクOLを名乗る女性が救済してくださいということでね、クラウドファンディング立ち上げてますね。これだから今ツイッター界隈ではねボロクソ言われてますよ。まあそれはそうでしょうね、話だけ聞きゃそのリターンもなんだなみたいなことで、つうかこれねパッと見ただけでもまあコメント欄すげえ叩かれてボロクソに言われてるけど、そりゃしょうがねえよなと思いますよね。でなんていうかな、こうツイッターとか、まあ僕はインスタとかね見ないし、 YouTube は見るけどあんま、まあ、そういう声聞かないけど、普通にね趣味で楽しんでるバイクに乗ってる女性がなんとなくこういう、ね、女性の出現によってなんか同じように見られちゃうのは気の毒だよなみたいなね、特に若い女性がね趣味バイク、いやとっても楽しくてもう銭金じゃねえよみたいなね、週末は鳥になるみたいなね、翼を授けるみたいな、なんてバイクって楽しいんでしょうなんて純粋に楽しんでる方がねこういう方の登場で肩に狭くなるのは非常に気の毒だなと思うんですけど、まあそれはね女性同士でじゃんじゃん意見交換してもらったらいいかなと思いますけどね。だからおじさんもねあんまりやいのやいのあんま騒ぎすぎない方が気に入らなきゃ別に支援しなきゃいいだけの話なんで、こういうことやってもお金集まんないのねって現実を知ってもらえればいいんでね、そんなに叩かなくてもっていうのは一つあるし、あとあれでしょこれ冗談でしょ絶対本気じゃないでしょ。だってこれで何よ70万円とか言ってたよ。クラウドファンディング立ち上げて、プロジェクトの資金の用途がバイクとヘルメットね、70万円ぐらいというような形で、まあ、そのリターンもね、まあ、あるわけですよ。いくらならこれいくらならこれっつってね、まあ、感謝のメールをお送りしますとか買ったバイクの写真をお送りしますとかね、まあ最終的にはなんか出ました、一日一緒に日帰りツーリング、これね10万円まあ俺はいいかな、俺はいいけど行きたい人はね支援してあげればいいと思うし、だからまああれじゃないですか、おじさま方に次ぐ、まあ、あんまりね
叩きすぎないようにと、あの気に入らなきゃ参加しなきゃいいだけなんでね、うん、これはただすごいね、ほんとね、なかなかの内容だと思うよな、このリターンに関してもな。で、何歳、20代後半の女性で、あ、27歳って書いてあるな。だからね、この人のこと僕どうのこうのじゃないですよ。多分あの本気でやってるんだったら完全に戦略ミスってますよね。実際はだからもうちょっとこう SNS で自分のバイク女子の存在アピールしててね、あのお金集めたい野望があればこう、まあ、露出も必要になってくるでしょうけど、それなりの下準備してこういうものに挑めばよかったんじゃないかなという、本気のねマジレスすれば、僕があの相談持ちかけられてたら、あのこれは絶対やらさないですよ、あの僕がプロデュースするんだったらちゃんとあの足場から固めていくっていう作戦取りますけどね。これはだからあのきちんとねアドバイスする人がいたんだとすればもうただのアホだと思いますけど、まあ、多分そういう人いないんでしょうね。で、27年間生きてきてこれをこういう形でやるっていうと、まあまあ冗談じゃないの冗談じゃないのかな。これ本気でやってんだったら、あの、まあ、僕はこの子をね、あのどうのこうのというよりも、あのこの子をこういうふうに育てた親御さんを恨みますいや別に恨まなくてもいい、あのだからあれですよ、あんまりこのね、まあネタ、格好のネタではありますよね、まあまあ僕もこうやって喋らせてもらってんだから面白いなと思って、ただあれですよ、ツイッターで叩かれてるようなコメントとか僕一切入れませんし、これがいいも悪いも言わないですよ。別にね。で、まあ実際集まったらすげえなとは思いますけどね。あの僕的にはないと思うんですけど、これであのまさか支援が集まって、本当にこう達成されるようなことあったら、まあそうですね。近々クラウドファンディングにあの限界バイク屋が出てくるんでしょうね。俺もうちょっとあのきちんとねリターンのことなんかも考えてやっていきたいと思いますんで、まあまあ僕はあのいきなりこれをね頭ごなしに、ボロクソに言うとか、言わないタイプですね、こういうのはね。だって何が当たるか分かんないじゃんもしかしたらね面白おかしくあの支援する人出てきて達成しちゃうことなんかもあるかもしれないし、ああ世の中そんな甘くないと思うけどね。ああお兄さんがまたもう変なコメント入れてくるから、もう掘っちゃったら早く帰ろうと思ってたのにさ、まあそんなですよ、あんまね、あの僕らのお仲間さんなんかにおきましてはね、そんなに若い女の子叩かないような感じでいきましょうね、静観しましょう